君、死んでも生きる、その言葉を胸にこの1年過ごしてきた翔君。諸君らはこの1年何度も自分に問いかけたであろう。死とは何か、生きるとは何かを、その答えを知る方はあのお方だけ。さあ、その名前を叫び、その再来を歓喜と共に迎えるがいい。旅立つがいい。Thank you.
たちの様子を伺っていた。きっと今日は最高の日になるぞ。生まれるのだ、そして滅びるのだ。死は誕生であり、誕生は死なのだ。海に風が吹けばそれは波に、雨が地に降れば花が咲く。警戒に猫を見せてくれる。死は誕生、誕生は死。その魂と体が分離し、生と死のエネルギーの狭間にいるのだ。お前たちも感じるだろう。
死がもたらす生のエネルギーを、体の中から支配される喜びを、生と死のエネルギーは今ここでイコールになる。ハビクマのエネルギーは生と死、二つの世界をつなぐのだ。そして永遠を生きるのだ。
する年を。